ちらこそ。右チェック終了となります。フェニックス右チェック終了となります。で、まあ、いつでも戦えるようにはね、まあ、仕上げてきたんで、次があると思わずにしっかりね気合入れて、とりあえずさっさとね怪物買って僕が上に行こうかなと思ってますね。朝倉未来一連チャレンジ出身ファイターがついに格闘メジャーステージライジンでの戦いというフェーズへ、西谷対戦。まあ、こう向上し、こう伸びしろしかないこの、まあ、伸びてる最中なので、うん、まあ、その過程を見てもらえたら、まあ、嬉しいかなと思います。早くも瞳孔を開きっぱなしの脳内麻薬ドバドバ状態、ガンギバリ集中ピキピキドカン、怪物くん鈴木博明。いくぞ一発目。さし、この2人の対戦が始まりましたが、まずはタックルに行った。組みきましたね。西対大勢が組みに行きました。タックルに出かけて上。なるほど。あ、けどうまく立ちましたね。立たせるというか、立たせたというか、もういつでも取れるっていう風に僕勘違いしちゃって。飛び膝、飛び膝入ると飛び膝。飛び膝。左だ。カウンターのパンチを浴びてしまった。ワンパンチだ。そして膝蹴りも頭をこう傾けてかわしながら、ただ西谷店長の膝もすごい良かったですよね、はい、タイミング的には合ってたんでちょっとずれてしまったんですけど、はい、ありがとう。君のおかげや、めちゃめちゃ頑張れたからよ。ありがとう。またやろうぜ。もうやらねえよ。やんねえのかよ。やらんのかい。やらんのか。脳汁ガンガンですね。もうもう早く濡れちゃったって。それダメ。あ、違うね。それダメ。それダメ。先生、これ負けたらもうしんどいだろうっていうのも分からなくはないけど、戦うだけを考えてたっていう。怪物くんだったっすかね。ちょっとまあ昭和生まれの意地を見せてやったかなっていう。誰まで。うわ、もう誰も。そう。やっても、もう誰よ、お前。ごめんなさい。自分の攻撃に意識持ってきすぎてて、自分の膝にこう全神経持っていってるから相手の攻撃が見えてないんですよね。1個のミスでね、試合が決まっちゃうレベルなんで、ライジンっていうのはね、うん、まあ、試合は面白かったじゃないですか。ミクルさんのでしかもしんないですけど、もっと僕できるんで、これからちょっとそれを証明しに戦っていきます。